どうも、キリスクでかい、山田です。おしゃしゃ、おー。落としを。スクラム。リーチマイケルか、お前。というわけでですね、今回、山田ラビデオ、都市伝説シリーズでございます。四角。というわけでですね、都市伝説の世界で一見、ミスター関を呼んでみます。こんにちは。ナイス、確かに。ミスター関、品川でリーチマイケル見てるな。偽物だろ、ね、今回の都市伝説は、誰もが一度読んだことのある浦島太郎。そこに登場する竜宮城は、もしかすると、存在した可能性があるね。というわけでですね、今回その竜宮城のありかについて触れていきたいと思います。かつて存在したとされる失われた大陸といえばムー大陸やレムリア大陸などがあるんだけれども、浦島太郎に登場する竜宮城も実在したかもしれないのね。実は日本には竜宮城の跡らしきものがいくつか確認されていて、全国各地に散らばってるんだよ。浦島太郎ってのはね、パンドラの箱が出てくるストーリーでしょ。玉手箱だな。まず浦島太郎は7世紀頃に書かれた日本書紀や丹後の国不動記に記されている物語が元となってるのね。今英雄の CM でしょ。現代っ子かお前。浦島太郎は架空の人物だと思われがちなんだけれども、歴史書に浦島太郎が実在したという記憶が残っていたり、昔から日本国内には浦島太郎ゆかりの地が多く存在することから、現在では本当に実在したと考えられてるんだ。しかし竜宮城という言葉は実は日本書紀などの古文書には登場せず、蓬莱山という風に書かれてるのね。この蓬莱山は古代人が不変の国や不老不死の国として解釈してて、理想郷を表してるのよ。つまり竜宮城と一致するのね。もう、そこでパンドラの箱開けちゃったよねってこと。関はいないだろまだ。そう、このことから蓬莱山はあの世と考える説もあるが、古代には海の彼方にあると考えられていたのよ。八海山は日本酒だろお前。さらに古代人は蓬莱山と現世との間には往来の道が開けていると信じていたらしいよね。つまり竜宮城が本当にあったと信じていたことになるんだよ。そして紀元前3世紀頃に中国から三神山という伝説の山を探しに徐福という人物が日本を訪れているのね。彼は不老不死の霊薬を求めて旅をしていた人物で、彼が探していた三神山の一つが蓬莱山だと言われてるんだよ。また古代中国において三神山は海上に浮かぶ島と伝えられていて、まさに蓬莱山と共通しているのね。ではそうだとしたら、竜宮城つまり蓬莱山は日本のどこにあったのか。一つの説は、竜宮城があったのは当時の琉球諸島だったのではないかというふうに考えられてるんだよ。実際に琉球諸島には海の彼方もしくは海底に二来家内という異教の浄土、つまり蓬莱山があるという伝承が昔から存在したのね。また1995年には与那国島近海で謎の海底石も発見されてるんだよ。おお、行ってきたよね。行きましたね。ギリギリね、ギリギリ攻めるわ。行けよそこまで。また約1万年以上前に存在した古代文明のものだというふうにも言われていて、ムー大陸の一部という説があるんだけれども、確かに宮殿のようにも見えるんだよ。そう、本当に古代文明の遺跡で未知の文明だとしたら、琉球諸島に伝わる二来家内は本当に存在したかもしれない。それが竜宮城だったという可能性も否定はできない。ただ浦島太郎が住んでいたのは京都の丹後であると言われていることから、京都から沖縄だと当時ではあまりにも遠すぎる。そこでもう一つの説が青森説だ。遠くね。動画台無しだろお前。日本書紀の浦島太郎の伝説では、夏に船を10日余り漕いだ先で竜宮城を見つけていると記載されてるのね。そして京都から夏に潮に乗って10日余り漕ぐと青森県の日本海側あたりに到着することが分かってるのよ。そして実は驚くことに、この青森県の日本海側にも海底遺跡が存在するのね。そしてその青森県近海の海底遺跡では石垣や壺などが発見されていることから、かつては陸地だったのではないかと考えられてるんだよ。また津軽外三郡市という古文書によると、超古代の東北地方には荒葉木という王国が存在したらしい。そして当時の青森県の西側あたりには福島城というお城があったことも記されてるんだよ。ただこの王国は津波によって一夜で滅んでしまったという記述があって、この話が事実だとすれば、青森県のこの謎の海底遺跡は福島城の残骸なのかもしれないね。まあどれも確定の説ではないんだけれども、青森県には亀という地名の場所がなぜか多く存在していることから、これを偶然だとは片付けられないよね。亀ちんたらしてて嫌い。似てるだろお前。